はい、ファンコイさんです。なんやらうちの若い奴らが世話になってるダンディーダンディーダンディーにギターをいただいたらしいじゃないの。そうなんですよ。はいはい、なんか電話がありまして。電話があった。はい、なんかフェンダージャパンの JVCR のリアピックアップが断線しちゃって、うん、ほうほうほう、まあ、巻き直しをしてほしいと。はいはい。で、まあ実際に来店していただいて、はい、まあ、巻き直しの依頼を受けたんですけど、うん、なんかいろいろギター持ってるみたいで、うん、写真を見せてもらってたんですよ。こんなのもあるよ、こんなのもあるよ、こんなのもあるよ、うんうん、で、このギターの写真が写ってたわけですよ。かっこいい、うん、で、これ、あ、親じゃないですか、うんうん、え、君若いのに親なんか知ってるの。で、実際僕これ憧れのギターだったんですよ。これなんで。いや、もう誰も使ってないし、うん、このなんかこれ、うん、こう全てがもういいなと思って、うん、で、うわぁ、ゴヤ、羨ましいって言ってたら、うん、あ、あげますよって言ってすごい軽い感じで言われて、あ、じゃあ貸してもらうか売ってもらうかでもいいんで、うん、いやいや、そんなあげますよいや、本当に、本当にいいんですか、うん、え、だって、嘘と言ってもしょうがないじゃないですかって。紳士、次持ってきますから。紳士が正直な話、うん、ギターあげるよって飲みの席とかで言われません、うん、あ、もらえないパターンの方が多いじゃないですか、うん、まあそうですね、はい、まあそこら辺は僕も話半分に聞いてるんですけど、うんうん、次来た時本当に持ってきてくれて、うん、でまあ弾いてくれるんだったらって言われて、うん、で来たのがこれですね。え、これこれ一瞬なんかギルドのさ、あ、スターファイヤー、スターファイヤーみたいな話だけど、このゴヤっていうギター俺よくわかんないんだけど、なんかどういう、なんかこれは一応アメリカで販売されてたんですけど、うん、作ったのはイタリア製で、うん、エコーっていうメーカーがあるんですけど、EKO で、うん、そこが作ってた、うん、ギターで、もうパーツが基本的に全部特注なんですよね。これ修理だとちょっと大変そうだよね、うん、そうなんですよ。これとかも絶対手に入んないもんね。確かに、この位置とかも面白いもんね。面白いよねこれは。かっこいいな。年代的にはこれ60年代。はあ、これ見てみ、このちょっとなんか卑猥な感じがどこがこれって相場的にはどうなの。意外と10万円ぐらいで買えるんですけど、うん、でも弾数は全然なくて。そうないだろうね。基本的に国内で僕唯一見たのが沖縄のなんか漫画倉庫みたいなところで一回見たっきり。おーっと思ったんだ。おーっと思いました。でもそれでもなんかすごい18万ぐらいついてて高っみたいな。このさ、ヘッドのこのこれオリジナルってことなんだよね。はい。ああ、ゴヤ。いや、すごいセンスあるねこれ。じゃあまずフロントを、うん、面白くて、うんうん、これ見てもらうと番号が書いてあるんですよ、はい、それがこうピックアップの、うん、こうセレクターになってるんですけど、うんうん、へー、そうなんですよ。なんで14ができるんだ。14ができるんですよ。うわー、これすっごいもう変な音で、もうとか23、その変なコードでで半分リア、うん、面白いね。なんだこれ、すげえうちが好きそうな感じだよねこれで、うん、さらにちょっとここも面白くて、うん、まあこうミドルなんローになるとこう、すごいね、面白いね。よかったね、YouTube やっててよかったです僕これ本当にメインギターにします。こ
このもらった時に、うん、まあうちのスタッフもいたんですけど、うん、なんかもしよければ他のスタッフさんにもなんか欲しいギターあればあげますよ。その時いた他のスタッフっていうのが僕、うん、そのうちの一人が僕だったんですけど、そしたらあのまずバンドやられてるんですかって言ってやっぱりなんか弾いてもらいたいっていう気持ちがなんかすごいあるようで、うん、ヤマハの SG60 とかどうですかね。あなたにお似合いじゃないですか。紳士が。うん、ちょっと写真見せてもらって、あめちゃめちゃかっこいいです。うん、僕いやすごい好きです、うん。え、もらえるんですか。あ、ちょ今度持ってきます。もらえるんですか。いやもうあれじゃん。お似合いじゃん。うちの子を嫁にどうかねみたいな。でもらえると思ってないですからね。まあそうですね、うんうん、まあでもその前にもう野貝くんもらってるからね。本当にもらえるじゃあ僕も冗談みたいな感じで、うん、もらえるんですかって感じで、うん、いただきましたね。またこれがねあなたがもう好きそうな。分かる分かる。そうなんですよね。そう分かるわ。僕がこの作ったこれが、うん、もうそれまんまやん、ね、これ僕が作ったやつなんですけどこれが年取ったらこっちになっちゃったみたいな。あれ予言してたんじゃないですか。お前いつかこれもらうよっていう。そうなんですよ。だからちょっとその、うん、女の子のシンガーソングライターのサポートとかやってる時はちょっとこっち使って、うん、自分のまあ自分が歌うバンドはちょっとこっち使おう。だいぶこれもう枯れてなんかもうラオ中華で。いや、いいですよね。ラオ中華。でこれもやっぱりさっきの野上くんのやつと、うん、まあ一緒でというかやっぱこの面白いスイッチもついてるんですよね。いやついてるね。あとこの裏なんですよね。うわあパコーってなってる。あすごい。もう調整しやすくて本当に助かる。確かに。全然もうこれでいいよね。これでいいです。もう僕そんなこだわりがこういうところにないんで。またねこの当時でしかないような本当ブリッジの作り方ですよ、ね。そうなんですよ。一応なんかアームもあるっぽいんですけど、ちょっとなんか車感あるよね。うん、あるね。可愛い。じゃあ行きましょう。僕はあの歌って弾く感じなんで、まあバッキングどうなんだろうなと思ったんですけど、全然いいですよ。いじってみたんですけど、どうやら1、2、3ってあるんですけど、うん、これやるともう強制的にこのスイッチ効かなくなってもうこの2つ出てるんですよね。なるほどね。でそのトーンをあのトレブルベースでちょっと調節できるみたいな、うん、っていうのトレブルベース。そうなんです。ここがトレブルベースなんです。トーンがトーンが2つあるんですよ。2トーンじゃあローカットになる。ローカットができるんです。マジでローカットつけるな。で、まあこれが1番の、1番のまあマックス。ちょっと、ハモコッとする。ハモコッと。でもどんどんパワーが上がってくる感じ。まあ、低音、3番だとちょっと強すぎるなって感じなんですけど、うん、あのベース、もう切っちゃえば。まだ。パワー感欲しい時には使えるようなことになるかなって。足長おじさんみたいな感じで。いや僕もこれだからもう本当にメインでだね。まあ、フレットとか変えたりとかいろいろいじりがいあるな。みんなメインギターをもらっている。そんなんでいいのか。今までのメインギターたちは。そんな簡単に。大丈夫です。今までもアリアプロとか使ってたんです。いやよかったね。いやまあ、本当にありがとうございます。 YouTube やってよかったね。いやもうみんななんかさキャラを絶対それ何そう、まあ、そういう流れで止まったらガヤガヤしてたんで、うん、ガヤガヤしてるなと思ってなんだろうなと思って近づいていったらなんかギターくれることになったあいつもらい事故みたいな。なんか流れが覚えてないんですけど近づいていったらなんか写真見せてくれて、うん、シルバートーンとかどうですかみたいにいきなり聞かれたのかもしれないですけど、なんか YouTube 見てる人だったのかね。YouTube 見てる人でした。もうなんかあまりスタッフのことまで把握してる感じではなかったんで、今まで3人の話聞いてるとなんかそれぞれに合ったギターをちゃんと明らかに合ってるよね。いきなりしてくれて、昨日か一昨日ぐらいなんかあの人から1000人だっていう話になって、そうだよね。だってこれも あなためちゃめちゃ好きそうじゃない。いやそうなんですよ。これシルバートーンの新ツインっていうモデルなんですけど、はあ、
多分な、薄いピックアップの芯が熱いの。あ、そういうこと。でもこっちは熱いよね。そうなんですよ、ね、これ製造してるのはケイっていうブランドで、多分50年代か60年代。指板も多分パカランダっぽいね。ですよね。この感じですね。かっこいい。シバト。なんだろう。ほんとここやが浮かぼうとしてる。アメリカだね。ついてない一日だった。なんか本当、こう開くカウンターのバーに行きたい。いいものみんな授かったね。授かり、授かりましたね。席役もらってないじゃん。授かりて。授かりボーイ。すごい。でこれも班長メインギターで。いい。これメイン結構きついな。でもちょっとなんかちゃんとブルースとか弾けるようになりたいなって。うん勉強しようかな。これで確かにこれは本当渋く弾くのがいいよ、ね。このギターに合ったなんか弾き方ができるようになりたいなっていう気がしました。そういうあれか試練のために、はい、成長させるために現れた仙人なんです。仙人はギター仙人が。いやーなんか本当にありがとうございます。なんかもう俺も成長したいな。やんとけ。それギターも興味ないって言ってたじゃん。逆に自分がもらうんだったら何欲しい？何欲しい？いやどうだ、もらえるかもらえないか関係なく、うん、これなら弾いてからね赤いスラット欲しいんですよ。それは買いなさい。えこれじゃない、これじゃって言うんだけど。まあ、鳥のレッドかダコタレッドの赤いスラット欲しいです。なんか似合うって言われてた。かけかけた。いやなんか見てたら俺にも似合うな。なんですか？俺がね、たまに探してるのは、うん、あのビザールギターって、うん、全部アームがついてるのよ。うん、ほんとビザールでスライドやりたいんだけど、うん、アームついてるのにスライドやるのでちょっとレアなんだよね。ちょっと被ってるから、キャラが、うん。だから、アームがないビザールギター欲しいなって。こいつ本気だな。で、このラインだもん、どう考えても。もらえそうなラインよ。うわぁ。うわぁ。セキュア何欲しいよ。セキュアスターカスタム。あ、それね。それガチだ。それもらえないボタンです。まあまあ冗談ですけどね。欲しい、まあ欲しいってもらいたいわけじゃない。まあもらいたいかも。欲しかったら買うしみたいな。突然ファンコイさんにギター仙人が現れて、スタッフのモチベーションを上げてくれたっていう。あるよね。これでね、一層皆さんお仕事頑張ってもらえばいいなと。いや本当ですよ。これででもさ、ヤフオクとか見てたら、同じやつが出てきて、あれ、あいつ裏切った。なんでそこまで予測して野上やりやがったみたいな。もう本当事件男だよ。はい、というわけで、ギター仙人の話でした。はい、ありがとうございました。ファンコイさんでした。